ついに発売になった西根ルアーワークスさんの新作ルアーエリー 115MD。 全てのジャークベイトをカーゴにしたといっても決して過言ではない傑作ジャークベイトが苦節10年という時を超えて今我々の手元に届いたことでしょう。今回はこのルアーの話をしていきましょう。そもそもエリーシリーズ、まあいいよいいよと個人的には言ってきていますし、まあ世間でも評判になっていらっしゃるので、まあ今更ね、何がいいのかとかいう話をする必要もないかもしれませんが、で、何がいいのかって思われている方も一定数おられるようなので、改めてエリーシリーズの魅力をお話ししておきましょう。まあ個人的主観ですけど、まずは何よりもその造形美。職人の魂と生命の息吹が融合したかのような芸術的とも言えるビジュアルは使う人全てが、いや使わずとも床の間に飾っておいたとしても映えるような美しさがあると言っても言い過ぎではないでしょう。その美しさは既存のあらゆるルアーを凌駕していると一目見て誰もが感じてもおかしくないものだと思います。しかしだがしかしばルアーは決してリアルであれば美しくあればいいルアーなのかと言われたらそうじゃないんですよね。そうであるとは限りません。むしろ見た目がリアルなだけでは、まあ、飾り物としてはいいかもしれませんけれども、実調の中でルアーとして信じて使える実用品としての能力っていうのは測れません。しかしエリーが評価されている理由っていうのはその実用面でも、いやその実用面こそが優れているからだと、まあ、個人的には信じて疑わない部分ですね。そもそもジャックベイト、まあ、今回はミノーも同じ系統として扱いますが、ルアーのアクションというのはね、大きく2つに分かれると思うんですよ。一つはリーディング性能、もう一つはジャーキング性能。ただ巻きに対する適応能力っていうのと、ジャーキングに対する適応能力がどれぐらいの配分でルアーに、まあ、ビルトインされているか、組み込まれているかによって、ジャックベイト並びに、まあ、ミノーね、の個性、まあ、そのルアーの特徴、っていうのが出てくると思うんですけど、まあ、この2つの、まあ、リーディング性能とジャーキング性能っていう性質は実のところ言うと多分両立が難しいんだと思うんですよ。タダ巻き特化系っていうのは、まあ、タダ巻きで使うにはいいけどジャーキングすると微妙だよね。ジャーキング特化系はジャークするといいけどタダ巻きすると使えないよねみたいな、っていうのに結構なりがちなんですよ。まあ、もうちょっと具体的に言うよ。もうちょっと具体的に言うと、タダ巻き特化系のジャークウェイトとかミノー、まあミノーか、タダ巻き系だから。タダ巻き特化系のミノーをジャーキングで使うと、水をつかまなくて、なんかズルッと滑ったりとか、手前に寄ってきちゃったりとか、逆に水をつかみすぎちゃって、全然動かないとか、糸絡みが多発したりとか、なんか動きが簡単に破綻しちゃう。で、制御全然できない。で、移動はこう動きはするけどルアーのアクションとして変換されてなくて、なんか IGK みたいにスッて寄ってきたりとかいう問題が出てきたりとかねするわけですよ。逆にジャーキング特化系をただ巻きで使うとどうなるかっていうと、まあ、例えばアクションのレスポンスが悪い、だから動かない、そもそも、もしくは動くまでにちょっとなんか何十センチとか1メーターぐらい引いてこないと動き始めない、助走距離が必要になってくるとか、ある程度早く巻かないと動かない、ゆっくり巻くと全然動かなくてもう IGK みたいになってくるとか、そのくせ早く巻くと簡単にバランスを崩して水面バヤって飛び跳ねたりとかみたいな問題が出てくるんですよ、特化型って。で、まあ当然両方使いたいよね。まあただ巻きでも使いたいし、ジャーキングしても使いたいよねっていう考え方は出るし、それを体現するために、いわゆる万能型とか、まあ中間型とかっていうようなタイプのミノー並びにジャークベイトっていうのは当然あるんですけど、それって基本的にどっちつかずというか、確かにどっちもできる。ただ巻きでも使えるし、ジャーキングしても使えるけど、それぞれのアクションをそれぞれの特化型と比べると、まあ、悪いとまでは言わないけど、まあ、言うて微妙だよねっていう範疇を超えるものが、まあ、僕が使ってきたルアーの中ではっていう話にはなってくるけど、まあ、今までなかったんじゃないかなっていうね。だったら特化系ただ巻き特化のミノーとジャーキング特化のジャークベイトを2つ持ったといって使い分けた方が有意義じゃないっていうのがそれまでの常識だったんです。しかしエリーが全てを変えた。エリーはただ巻き使ってもいいんです。しかもただ巻き特化と言われるミノーと比べても遜色ないぐらい、いやむしろただ巻き特化系のミノーよりアクションレスポンスよくねっていうぐらい、ただ巻きでのその性能動き
レスポンスっていうのがいいんですよ。上にジャーキングでの性能も群抜ということでね、スパッと切り込んでスライドするダート性能、無駄で過剰な余韻を発生させることのない、刻むことのできるブレーキ性能、強く叩けば水を仰ぐパワーと、弱く動かしたとしてもしっかりボディをこうグネッとよじるようなアクションレスポンス、しかもそれを釣り人側の技術だったりとか、まあ、最先端専用タックルみたいなのもう必要としない、そういった差が感じさせないぐらい、もう誰でも簡単にどんな道具使っても一定の水準でそれらのアクションを出せるっていう、もう圧倒的な懐の深さ、まあ、いわゆる万能型に位置するミノ、まあ、弱ウェイトなんだけど、特化型に肉薄するような、いや匹敵するような、いや下手したら超越するんじゃねえかなっていう性能を用いてるということなんですよ。それがアリーの実用面での魅力、これ比べたら分かるはず、分かると思う、マジだよっていう。でエリーを使って、エリーいいよねって思ってる人は俺の言ってること、ああそう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 ってなってるんじゃねえかなって僕は思うんですけど、俺これそんなに言い過ぎてないと思うんだけどな、これぶっちゃけマジでそんなに言い過ぎてないと思うよっていう感じです。まあ、正直ね、好みとか、まあ、サイズの問題とか遊びとかロマンとかで他のミノを使ったりとか買ったりとか持ったりすることもなくはないんだけど、ガチで釣りに行くルアーとして持っとくならもうエリーだけでいいんじゃねとは個人的には思ってます。まあそれぐらい穴のないルアーだと思うんですけれども、まああえて欠点を挙げるとすれば、ケツフックがちょっと絡みやすいから、まあその箱出しの状態のスプリットリングのサイズとフックのサイズだとちょっとケツの2本が比較的絡みやすいかなとは思う。これは思うもうちょっと腹側の愛を前にやったらいいんじゃないかなとは思うんですけど、それ以外はもう際立ってないかな。それがエリーシリーズ、まあ、エリー 115SD っていうオリジナルがあって、ダウンサイズモデルのエリー 95SD、そしてウェイト配分っていうのをちょっと変えたトップウォーターモデルとして派生しているエリー 115TW の次に、まあ、4兄弟の末っ子として誕生した、まあ本来であればね長男になる予定だったんですけど、まあいろいろ紆余曲折があり今回発売中話になったエリー 115MD、 夫人が徐々に完成されつつあるという感じですね。でエリー 115MD っていうのはエリー 115SD の、まあ、いわば深く潜るタイプの弱ベータなんです。一言で言ってしまえばそれで終わっちゃうんですよだからこれ普通のシャローダイバーの弱ベータをただ深く潜らせるっつってリップだけでかくしても確かに潜るかもしれないけどアクションも全部変わっちゃうんですよ、バランスも変わっちゃうんですよ。だからただ潜るだけを表現するのって相当むずいはずなの、ただリップ長くしただけじゃないからねでも、まあ、良くも悪くもオリジナルの 115SD のただ深く潜るバージョンと言っても言い過ぎじゃないかな。まあ、ただ巻きのアクションレスポンスはっていうのはオリジナル譲り、スローリトリーブでもしっかり泳ぐし早く巻いても破綻することもなくきっちり泳ぎます。まあ確かにね、双方比べると MD の方がややこうスローリトリーブでのレスポンスがちょっとほんとちょっと比べてようやく分かるぐらい、ちょっと劣るかなみたいなのあるし、まあ、ややワイドにケツ振ってるかなみたいな傾向はある。で逆に早巻きでの安定感っていうのはむしろ SD よりあるぐらい。一回ねなんか夏ぐらいに金型ポシャ出したみたいな話を皆さん聞いたと思うんですけど、ほんとこのちょっとだけリップの角度を変えるためにもう今まで使った金型全部なあれしましたみたいな、嘘だろって皆さん思ったかもしれないけど、このたったもう完成度 95% までいったけどあと 5% 冷たいからちょっと発売延期します、ちょっと金型作ったけどおだーって言ってたと思うんですよ。その 5% を求めた結果多分 SD 以上の高速リトリーブでの安定感っていうのが手に入ってんじゃねえかなって思う。まあ別にねオリジナルの SD が
高速リトリーブで安定してないわけじゃないよ。むしろ安定してるからただ巻きでも全然使える。むしろただ巻きどっかよりいいんやねんかっていうぐらいだと思ってるんだけど、それをさらに上回る安定感。普通リップでかくしたら安定しないけどね。水の抵抗だけ増えるんだから。その分ボディもでかくしてとかやったら話は別だけど、ボディは共通に近くてリップだけでかくしてでより安定する。いやーよくわかんないな、どうやって作ってんだねっていうね。まあ単純に特に巻く、ジャークして、ま、やるならまだし、巻くってなったらね、レンジ刻みってすごい大事だしね、深く潜るからちょっと平打っちゃうよみたいなミノよりはな、それ安定してくれた方がいいですからね。でジャーキング性能も、まあ、当然ちょっとリップが長くなっていることによってオリジナルよりはいわゆるこうキレよくスパッてね動くような感じではなくて、ややもたる感じはするんですよ。ただそれでもちょっとある程度力入れてあればスパスパスパッて動くし、何よりリップが長ちょっと長くなって水の性能が増えたことによって、オリジナルとは違ってダートっていうよりはドッグウォークみたいな、まあより水を噛んで手前に寄ってこないような動きになるので、まあ、これに関してはもういいでしょう。まあ、違いはあるにせよ、まあ、マイナス要素ではないので、エリーシリーズらしいただ巻きと、ジャーキングの性能の両立かつ、いい品にしようかなっていうのはもう受け継いでるモデルになります。この辺がやっぱり TW とは全然違うよね。TW は見た目こそ一緒だけど、中身はまるで違う。ね、ジャジャマのような。ルアーではあったんですが、その分あれはもうある種特化型なんで、エリーシリーズの中ではもう異端児なんですけど TW って。ただこの MD は正統派の兄弟分になる形になってるなと、まあ、誰が触っても思うでしょうということです。でロングリップになったことによってより深く潜りますよということで、まあ、ジャークウェイトって少なくともジャークで使う分には基本魚を浮かして、まあ、寄せてくるルアーなんですよね。だからレンジを合わせるとかいう必要ってそこまでないんだけど、ただまあ季節とか、まあ、魚のいるレンジとかによって、まあ、ある程度限度がある。当然いくらなんでもそんな深いところから魚浮いてこないでしょみたいなのがあって、もっと深いレンジを引きたいよねって思うことは、まあ、少なくないんですよ。そんなあなたに L115MD はドンズバと言ってもいいわけですよね。まあ、例えばね、あのウエイトを追加して沈ませるシンキングミノとして使えば深いレンジを引くこと自体はできると思うんですよ。でそれはそれでありだと思うんですけど、水中で止めて寄せて壊したいとか、なんか障害物に当たった時に浮かしてかわして引いていきたいってなったらシンキングじゃダメじゃん。引っかかるし止まらんし、だから普通に止まってほしい、普通に浮いてほしいんだけど深く引きたいっていうシチュエーションっていうのはいくらでもあるんで、そういういくらでもあるよねっていうところにズバッて入ってくるのがこの MD っていうわけなんですよね。だから今までのエリーシリーズになかった、まあ、トップウォーターモデルの T 上の方からトップウォーターモデルでオリジナル、そしてその次の MD、ね、サイズ展開こそ95で別個にあるんだけど、まあ、95はもうあれも別だな115っていうベースがあってっていう形になるので、今回の MD は待ってた人も多いんじゃないでしょうかという感じです。やっぱ言うてオリジナルはレンジ浅いんで、冬とかに使うと汗かなってなることなくないんで、むしろこれからの時期はジャークベイトは旬になってくると思うんだけど、 MD はさらにドン旬ですよドン旬ドンズバだと思うので手に入れて損もないかなと思います。このねさらに M じゃなく D みたいな、なんかめっちゃ潜るタイプのエリーとか、ちっちゃい方とでっかい方にラインナップ充実してないよね。エリー 95TW、 エリー 95MD とか、エリー75とか、逆にでかくしてエリー100140とか150とか、そういうのもあっていいんじゃないかなとは思うんですが、まあ、今回は MD ということで、まあ、10センチぐらい、長さとしては11センチぐらいという、まあ、ミノージャークベイトとしては本当にど真ん中に来るようなミノなので、まあ、どこでも使えるかなと思います。おかっぱりじゃ深く潜るタイプいらないんじゃないかなって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、いやおかっぱりだからこそこのロンちょっとリップ長くなったものがいいよねっていうのを実調で感じたので、
実況動画どうぞ。マジか、僕スイム低いな。でもまだ9だよ。よし、ポーズ中に来たぜ。あれ、このサイズっすか。水温9度、一桁台ですが、いや、深すぎるわ。もう曲がってます。深かったね。ちっちゃい、思ったよりちっちゃいわ。冷てぇ。エリー MD。 よし、来た。うぃー、9度でも動くもんやな、魚。でもテールフックですよ。まあ9度ぐらいやったらまだ初頭って感じですね。ね、ボーダーは7ですからね。うぃー、9度ぐらいやったらこんぐらいも動けてるということです。これが水温7度下回るともうびっくりするぐらい全くらいのやろうね。いやでもこれジグとかやってもこんな強いんけどね。ハードルはパワーだと思うよ。やっぱり明らかにそのオワーム系の釣りは水温低くなると釣れなくなる。ことはないんだけど、食うは食うけど乗んなくなるんで、難しい。逆に難しい。同じワームを使うにしてもカバスキャみたいに半分ぐらいテテってこうリアクション気味に食わせられる釣り方をするか、どんなショートバイトも乗せるぐらいちっちゃくするか、まあリアクションダウンショットみたいな、ああいうのね、ああいうのでやるかとか、ちょっと工夫しないと釣れんね。まあでこういうところとか中層とかやるんならもう素直にハードルを扱った方が使いやすいです。うわ、これ引っかかる。潜るな、ボトム叩いちゃうで。シャットでもねええんやろうけど、まあ今日はエリー MD の動画ですから MD を使ってますが、だから魚をこう寄せてくる力とか引っ張ってくる力はやっぱりジャックウェイトの方が強いので、シャットよりという意味ではいいのかもしれません。ちょっと結び直しましょう。あ、潜る、めちゃくちゃ潜るよな。これ何メーター潜るんだっけ。だからあんまりにも潜りすぎる、これウエイトつけてないんだよ。つけてないから浮くんだけど、ただフロローの16とか使ってるからさ、結構潜らしちゃったらもう糸の重さで浮いてこないんだけどさ、それにしても潜るよね。結構簡単にボトム叩いちゃう。沈まして深いところやるんだったらさ、
別に今までのでもよかったんだけどさ、沈ましてってやったら引っかかっちゃうからね、止めらんねえし。はあ、東で寒いっすね。なんかもう警戒も寒々しいしな。お、来た。おっす。オッケー。このサイズ。しゃしゃしゃ。オッケー。もっとでかいかと思ったのに、逆に言えば深く潜るから、深いところに落ちちゃう魚も釣れちゃうのかな。おいおいおい。思ったよりちっちゃい。嘘だろ。一発狙い的なやつじゃないんけっていう。足場が高い。逆に足場が高いからちょうどよくなってるな。潜るからさ。普通のジャークベイトだとね、さすがにこんだけ足場高いと上が動かんからな。動かしづらい。リップが長いおかげで動かせます。もっと弱くていいな、ブレーキ。でかいマジか、マジか、でっかでっか。いやマジでバレんでほしい。うわ、ネット届かん。バレんでくれ、バレんでくれ。相当足は高いここ。いや入らん、マジかよ。入れ入ったか。ネットに入らん上にネットが届かんっていう。やば。よっしゃ来た。思ってオッケー。でっかでかでか。予想外のビッグ。うわ、こんな食い方してる。やば、口真っ赤っか。ほら、あ、ウニかまれとる。ウニかまれとるやつやんけ。どういうかかり方にそんねん。おい、頭から入ってるからルアーが動かんぞ。おいおいおい、これ針刺さってなくても取れんやんけ。やば、
オッケー。ああ、おっしゃ、でか。冬っぽい。いい体の魚や。じゃあ、オッケー。何センチぐらい？50ねえか？50ないかな？ありがとうございます。日曜日はまあ何人かやった。あ、そうなんですか。へえ。これはあんまり何やろ。足場高いですからね、うん。釣りできないですね。でも向こう行っときゃだいぶ来てるよ。あ、そうなんですね。ボート。へえ、うん。取ったらサメ取って送るんじゃねえよみんな。でしょうね。なんか釣れたって言ってね。50センチぐらいも釣れたら来るわな。来るんですかね。うん、あそこだよみたいな感じで。ああ。まあなら。あ、いや、ありがとうございます。談笑が終わり、話を聞かせていただきました。いやー、もう寒くなったけどな。あんま人来んくなったわ。寒くなったら釣れないらしいですよ。あったきい時はな、こうボート持ってきてやる人もおるけどのみたいなことも言っておりましたが、確かにこれおかっぷりでできるとこここしかないもんね。あの辺とかやりてーやりてー、そらボートでやりてーよな。あの辺おかっぷりつくづくハンデキャップでかいよな。でも釣れたけどね、やったぜ。Yeah.